名古屋市長選挙、広沢一郎さん、おめでとうございます。やった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 ということでですね、はい、昨日ですね、もう 夜8時ですね、まあゼロ打ちと言いましょうか、あゼロ格ですね、まあすぐ出ましたね。もう本当に圧勝圧勝ということでですね、今回の選挙、はい、広沢一郎さん、あ、まあ、勝利ということで、これはですね、名古屋市民の勝利ということになりました。本当にですね、おめでとうございます。はい、まあこのウェチャー TV でもですね、まあずっとですね、まあ日本保守党のですね、まあ応援動画というのをやっております。そしてですね、広沢一郎さんの応援動画というのもちょっとね、日本を上げさせていただきました。はい、ということで、少しはね、少しはちょっと力になったかなというふうに今思います。まあこういったことでですね、はい、まあ本当に早かったですね、ゼロ打ちね、百田さんもゼロ打ちということでですね、まあ大勝と圧勝という動画をですね、まあ出されておられましたけども、まあちょっとですね、その動画を見させていただきました。はい、そして今日の朝一、今日は広沢さんも出られるということで、ただですね、まだちょっと見てないんですね。ちょっと朝の仕事が忙しくてちょっと見てなかったということで、まあ今からですね、ちょっと見ていきたいというふうに思いますけども、まあ昨日のですね、ニュースウェブの、まあニュースですね。はい、せーのドン。はい、すごく清々しいね、笑顔、水をかぶってですね、まあ百田さん、あの防水のあれ着てたからダメだとちょっと言われておりましたけども、裸で水を浴びろというふうに言われ、ちょっとね、言われておりましたけども、やっぱすがすがしい、笑顔ですね。はい、ここでではですね、まあ21時47分、最初ですね、まあ20時数分のですね、まあニュースというのも流れておりました。まあちょっと内容的にあまりなかったので、ニュースウェブのですね、これ記事をですね、ちょっとね、今回これ、まあ見ていきたいというふうに、皆さんと見ていきたいというふうに思います。まあ、広沢一郎さん、ね、60歳、ね、私は59なんですけど、40年生まれ、ね、年変わらなかったっていうね、ちょっとね、まあちょっとびっくりしましたけども、まあ、広沢一郎さんといえばですね、キングソフトでしたっけ？キングソフト、ね、キングソフト。皆さんご存知でしょうか、キングソフト。私ですね、マイクロソフト、このね、まあ、オフィス使う前はですね、ずっと、最近ちょっとオフィス使い出したんですけど、ずっとキングソフトでした。この創業者という方ですね。はい、びっくりしましたね。はい、ということで、まあ、この日本放送を立ち上げるときにですね、まあ、川村さんがこう入ってきて、広沢一郎さんがこう、入られたとき、キングソフトということで、ちょっと驚いておりました。そう、キングソフトといえばですね、なんていうんですか、パソコンにプリンインストールされている、それはオフィスとかいろいろありますけども、まあ、ワードとかエクセルとかありますけども、それによく似た、ソフトもですね、提供されてるんですね。ものすごく低価格で提供されております。もう半分以下ぐらいの金額じゃないでしょうか。ただもう見た感じはもうほぼ一緒なんですけども。はい、それをですね、私ね、キングソフトをずっと使ってたんですね。で、なぜかというとですね、大体私はゲーミング PC を買うんですけども、ほとんど大体そういうところはですね、キングソフトがやっぱ多いですね。ちょっと話がそれましたけども。はい、ということで、まあ、すごい方。ではあります。そしてですね、4年間副市長をされていたということでですね、ね、知名度もあるということですね、元名古屋市、副市長ですね。はい、当選1回ということで、推薦がですね、保守、そしてですね、現世日本ということで、まあ、本来ならですね、こういった市長選、それとか市議会、市議会議員選挙とか、こういろいろありますけども、まあ、国政選挙じゃない場合ですね、大体、政党職っていうのはほとんど出しません。なぜかというとですね、自民の方からも票をもらいたい、立憲民主からも票をもらいたい、ね、いろんな党からいっぱい票をもらいたいということで、ほとんど大体無所属で出られます。はい、無所属で出られます。ですので、まあ、広沢一郎さん、まあ、推薦ということでですね、日本保守党、まあ、略称保守党ですね、それと現世日本からですね、まあ、推薦をいただくということになっております。そしてですね、まあ、対抗馬だった大塚康平さんですね、そうですね、65歳。はい、自民、立民、公明、国民と、国民民主ですね、から推薦を受けているということですね。はい、で、もともとですね、大塚康平さん、もともとは無所属で最初出られたんですね。無所属でこう出られたんですけども、その時はですね、なんかね、大塚康平さんの方が、ちょっと、ね、ちょっと勢い良かったんですよね。でも、
でもですね、なぜどう思ったのか分かりませんけども、いきなりですね、途中からですね、まあ、後半1週間ぐらい前からですね、この自民、立民、公明、国民民主の推薦というものをですね、まあ、前面に出し始めたんですね。そこからどんどん落ちていってしまったというのがですね、まあ、印象としてありましたね。はい、そしてですね、はい、投票率意外と低かったんですね、39.63%、ということで 2.49 ポイント低くなったということで、まあ2ポイントぐらいですよね。はい、ということで、まあ低くなった、下回ったとか言ってもですね、そんな差は3年前と比べてそんな差はないとは思いますけども、まあこういったことで、河村前市長の政策と理念を引き継ぐということ、これ全面出してですね、まあ戦われたということですね。ということは、河村市長さん、河村隆さんですね、の15年間の評価ということも、まあこれ一緒にあるということですね。ですので、まあ河村隆さん15年間の評価というのは、まあ良かったと、皆さん支持したと、名古屋市民は全部支持していたということなんですね。ということは、はい、大塚さんね、これを全否定というかね、まあ、なんと言うんでしょうか、どちらとも言えないというね、ちょっとね、検討士みたいな感じのことを言われておりおられましたので、そこがね、ちょっとね、やっぱ響いたんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、大塚さんのですね、まあこれ、まあ、敗戦のインタビューと言いましょうか、まあ、そういったところもですね、これ書かれておりますけども、市民の皆さんの判断なので重く受け止めたいという要因についてこれから少し分析必要だと思う。いずれにしても一番の原因は私の力不足だと、名古屋の発展を祈りながら私もさらに努力を続けていくというふうにですね、言われました。じゃあ、まあ、記者会見の中ではですね、まあ、ちょっと終わった後に国民民主の古川さんですかね、ちょっと答えられておられましたけども、なんかね、やっぱネットですね、ネットの影響がやっぱりすごく多かったというふうなね、ことを言われておられました。どういったことかと言いますと、敬老パスですね、これをですね、広沢一郎さんはですね、まあ、まとめてこうチケットを買うらしいんですけども、その値段を下げるということですね、それを言われてたんですけども、大塚さんの場合はですね、それをですね、全部なくすというふうにデマが広まったんだと、そういうところが大きかったんだというふうにですね、言われておられました。というのもですね、まあ、これですね、はい、名古屋市長選も SNS が影響力、 YouTuber 兵庫からの転戦というふうにですね、これね、書かれておりますけども、まあ兵庫県知事のですね、やっぱ盛り上がりましたよね、相当盛り上がりましたけども、その勢いでですね、こっちの方に YouTuber の方がですね、まあ広沢さん、この名古屋市長選、のところにポンと来てですね、そしてですね、広沢一郎さんの、まあ、後押ししたんだということですね。そしてですね、そういった中で、まあデマが飛び交ったんだということをですね、まあことさら言われておられました。はい、ということで、もう一つ先のこれですね、はい、大塚公平氏が敗戦受けてコメントと、デマと誹謗中傷レッテル貼りの影響があったというふうにですね、これね、まあ記事が出てきておりますけども、まあちょっとなんていうんですかね、なかなか辛い、負けてからのこういった、コメントというのはなかなか辛いものが、まあ、ございますけども、まあそういったことで、まあ、ね、自分の主張が通らなかったっていうね、まあ力不足だとも言いながら、まあ、ネットのせいなんだと。ネットのせいなんだと、ネットの影響を受けて私は落ちたんだということをですね、まあコメントされてるんですね。まあ簡単に言うとそういったものですね、で、まあ誹謗中傷レッテル貼りの影響というのも一定程度あったと思うと、一定程度ですね、一定程度ちょっとね修正しておきますね、選挙妨害に近い行為などで今後どういうふうに対応していくか政治全体の課題だと思いますということで、いきなりですね、言論弾圧に行こうとしておられますけども、まあですね、こういったまあ、メディアが報じないことですね、まあ、メディア、まあ、一つの色に染まったメディアというね、まあ、印象もありますけども、まあ、公平なメディアですよね、まあ、普通考えたら公平なメディアであってありたいんですけども、でありてもらいたいんですけども、まあ、そういった感じの印象もなかなか我々一般市民から言うとですね、偏ってるなというふうにですね、ちょっとね思いがちなんですけども、まあ、そういったところのね、の話じゃないと、自分の味方してるところ、メディアは自分の味方をしているので、まあ誹謗中傷とは取らない、なんていうんですかね、まあ平等なんだというふうに思ってますけども、自分の誹謗中傷するところはですね、まあ選挙妨害なんだというふうにですね、まあちょっと言ってるのに等しい感じもいたします。私個人としてはですね、ちょっとね、そんな感じもいたします。思いません皆さんね、
ネットっていうのはですね、SNS っていうのはですね、やっぱ私も配信者なんですけども、弱小チャンネルですよ。弱小チャンネルではありますけども、やっぱ、自分の思ったことをこれをですねちょっと配信していくという上でですね、これは言論の自由というものがございますので、ある程度ね、制約というものはございます。 YouTube ありますけども、ただその制約というのもですね、あんまり厳しくはないんです。ですので、言いたいことも 言わさせていただいておりますけども、そういった誹謗中傷ですね、これね、誹謗中傷これありますけどもね、バカとかね、アホとかね、そういったことはね、やっぱね、普通言いません。普通は言いません。ですので、ここで、言われているのは多分デマの方だったというふうにね、思います。このデマ、先ほど言いましたけども、で、敬老パスの件ですね。私はですね、敬老パスのこういったデマというのはあまりちょっと、いろいろ調べてですね、私もこういった動画を出すときはですね、ちゃんと根拠というものをちゃんと、ね、調べて、そしてですね、皆さんにお伝えしてるわけなんですけども、こういった敬老パスの話はあまり聞いておりません。どっちかというとですね、皆さんと同じでしょうけども、どっちかというと、減税、ね、どちらでも言えない、ということなんですね。どちらでも言えないということは、お前するのかと、増税するのかと、みんな思うわけです。そこなんですよ、焦点はそこなんです。はい、ということで、はい、これちょっと見てください、せーのドン。はい、これですね、前回ですね、これ使って皆さんとですね、一緒にお話したんですけども、全12項目のですね、アンケートを取られました。そこのですね、Q&A ということになりますけども、河村隆史市長の姿勢を評価しますかということで、こう広沢さんね、賛成ということなんですけども、ここでですね、大塚さんはですね、やや反対ということで、ほぼ反対ということで、反対ですね。やっぱり、広沢さんとですね、対立構造を作らなければいけないということですね。これは、今までの選挙の中で、常套手段と言いましょうか。ね、常套手段なんですね。今までの、政策をこういうふうにしたらいいんじゃないかということで、対立軸っていうのを作るんですけども、この場合はですね、対立軸を作らない方が良かったんですね。はい。ですので、この15年間の河村さんのですね、姿勢というものをですね、やっぱ尊重しなければいけなかったんです。ですから、この政策をですね、市長になったらある程度評価しながらしつつも、それを進めなければいけないという部分がやっぱあります。これは必ずあります。どういった反対勢力でもですね、必ずありますので、ここではですね、やっぱり大塚さん、ね、河村隆史市長の姿勢を評価しますで、行かなければいけなかったんですね。ここで方向性を間違えたということなんです。はい。ですので、ここでね、評価しますとなればですね、やっぱり今まで、平和に過ごしてきた市民の方、やっぱ大塚さん、いいんじゃないかというふうに、これになったわけなんですね。まだまだあります。もちろん昇降機のですね、これお話もありますけども、ちょっとそこはね、いろいろな意見もございますでしょうから、ちょっと飛びはしますけども、4番目ですね、4番目ね、市民税の 5% 減税続けるべきですかということですね。もちろん広沢さんは賛成なんですけども、大塚さんどちらとも言えないと。ここがやっぱ致命的でしたね。はい、これは 5% 続けるべきですかっていうのは、続けるべきですと言うべきでしたね。対立、をですね、ちょっとね、描こうとしたんですけども、ここはなかなか難しいなということで、どちらでも言えないというところにとどまったわけなんですね。これはやっぱり、やめるという方向に皆さん囚われたんですね。有権者は捉えました。5% 減税は、もう大塚さんはやめるというふうに捉えたわけなんですね。それはどちらでも言えないわけですから。はい。ということで捉えたということで、ここでもですね、やっぱりね、5% 減税は続けるべきというふうにですね、大塚さんはこれ言うべきでした。現状維持ですね。10% じゃなくて、これ現状維持で行くべきでした。こういったことでですね、方向性の違い、音楽バンドでミュージシャンでもね、方向性の違いというですね、こうありますけども、こういった時はですね、やっぱりね、前の姿勢というものをですね、尊重して、ある程度ですね、引き継ぐ形でですね、これ行かないといけないということですね。そうしないとやっぱり混乱を招くわけですから、そういったことでですね、こういった回答で、減税、これはね、やめると言ったら、やっぱりですね、票は減りますよ。どうしても、ここはですね、減税、現状維持なんだと、10% ではなくて現状 5% 維持なんだというところをですね、これ、進めた方が、
良かったんじゃないかなというふうに思います。はい、そうすることによってですね、最初はですね、接戦だったというふうに言われておりますので、そこはね、ずっとね、維持してたんじゃないかなというふうにはね、思います。ただ、やっぱり、河村隆さん、ね、ここはやっぱり、河村隆さんの人気、そしてですね、広沢さんの、なんていうんですかね、誠実さというかな、そういったキャラクターというか、人物像ですね、そういったものが、やっぱり、私の印象としてはですね、やんちゃ的な河村さん、やんちゃ的な河村さん、そして、対照的な広沢さん、しっかりしてる。ね、キングソフトとかそういう、ものすごいソフトを作り上げて創業者ですよね。こういったきっちりしてる方。この対比がですね、このギャップが、なんか素晴らしく良かったっていう、私はちょっと印象がございますね。ですので、大胆な市のですね、政策っていうものを打ち出した河村さん。そしてですね、ここからですね、この、いろんな企業をですね、創業して、立ち上げた方、広沢一郎さんという方がですね、この、河村市政をどんだけアップグレードしてくれるのかっていう、やっぱね、これ期待感がやっぱこれ大きかったんじゃないかなと思います。ですので、二人三脚で、やってこられた、ね、お二人なんですけども、ここはですね、やっぱ引き継いで、そしてアップグレードしていく、こういった、名古屋のですね、未来というのはですね、ここで皆さん感じたんじゃないかなというふうに思います。そういった中で、既存の自民、立民、そしてですね、国民民主、公明党ですね、こういった既存の政党のバックアップを受けて、そして今度組織票というものがですね、を糧にして受かろうとした大塚さんとのギャップというのがやっぱものすごく広がりましたね。はい、名古屋の希望、そしてですね、将来の未来像というものと、そして組織票、ここでなんかこうごちゃごちゃしてるなというふうなね、なんかこう影が見えるようなイメージというのがなんかついてしまいました。そういった対比でですね、やっぱ広沢一郎さん輝いて、当選されたという感じがいたします。ですので、ここでですね、いろんなことで、皆さん言われておられますけども、選挙のあり方というのが変わってきたんだということですね。ですので、本当に、国民とか市民とか、町民、村民とありますけども、そういった国民の目線、ね、そういった SNS で表現される国民のですね、市民の意見というのが集約されて皆さんが見れるようになったということですね。ですので、メディアだけではなくて SNS、YouTube、いろいろこう X といろいろありますけども、そういったところで、いろんな個々の意見が集まって力になっているということですね。ですので、ここにある、自民とかいろいろね、こう既存政党の組織票というのがだんだん機能したくなってくるということですね。これはやっぱり、地方選挙ですね、こういったところで、こういったところで、色濃く出てきたということですね。ですので、例えば、自民党の党員であったとしても、名古屋市民ですからね、やっぱり増税は嫌だよなと、いろんなこう、言われてるけど、やっぱ自民でどんどんこう塚さん押していこうと言われてる、やっぱりこれちょっとなぁと、増税になって、もし増税、なって、ね、他にもいろいろ増税、ね、論が出てきたら、案が出てきたら、お前どうするんだと、ね、お父さんの小遣い、本当に少なくなるよというふうにですね、お母さんから言われますからね、ちょっとね、市民税とか上がったからお父さんの小遣い、もう減らすからね、と、というふうになりますかね、お父さんはね。はい、もうカツカツでやってますからね、お父さんたちの小遣い。ね、そういったところで、もう本当に、自主投票っていう言葉ありますけども、自民党の組織票の中でですね、いろんな市民との対立があったりすると、ここはちょっと自主投票で行きましょうかっていうね、そういった空気が流れて、いろんなこう支持とかじゃなくて、空気が流れて、自主投票的な感じで、なんか行ったんじゃないかなっていうふうなね、感じもいたしました。はい。ですので、こういった、組織票の選挙っていうのは地方選挙ではなかなか今後ですね、威力が増してこないとということになってきた選挙だというふうに思いました。
ですので、こういった今までの既存政党のですね組織票が、こういった地方選挙ですね、まあ市長選になりますけど国政選挙ではない選挙になるとですね、やっぱ皆さんが今までやってきたような無所属で出ますので、そういったところで、まあこの組織票というのがですね、まあね、薄くなってきて、威力が薄くなってきているということですね。ですので、やっぱり、不動票ですね、不動票をなるべく取った方が勝つということですね。この不動票というのは、その時のですね、まあ流れに、ぼーっとこう、ぶわーっとこう、揺さぶられますので、ですので、SNS 等で、まあまあ、いろんな話がバズった方に、こう、行ったという、まあ、印象がやっぱありますね。ただ、ただ、最後にもう一度だけ言いますけども、やっぱり広沢一郎さんのですね、人望、そしてですね、そういった、人間性ですね、こういったところが、やっぱり名古屋市、市の方々にですね受け入れられたんじゃないかなというふうに思います。はい、まあということで今回ですね本当に広沢一郎さん本当に当選おめでとうございます。はい、弱小チャンネルではございますが、はい、いろいろですねちょっとねやらせていただきましたけども、今日はねあの日本保守党のですねちょっとタイトルをちょっとつけます。はい、つけます。これはなぜかというとですね、前回はつけてなかったんですね。それはなぜかというと推薦だったからです。ですので、推薦ですので、まあ、そういったところちょっとつけなかったんですけどもね、今回はですねやっぱね、日本保守党としてこれ、ファンの集いとしてですね、やっていったという、まあ、ことになりました。はい、ということでですね、まあ、いつものようにですね、コメントのご紹介というものをしていきたいというふうに思います。ただですね、まあ石破さんのところはちょっとやめようと、時間の制約もございますので、ですので、まあ、前回のですね、広沢一郎さんの応援動画のですね、コメントをですね、ご紹介したいというふうに思います。はい。はい、それではですね、11月23日、徹底分析ということで、広沢一郎応援動画、名古屋市長選挙、国民民主、火消しに躍起、減税日本 VS、増税移民軍団ということでですね、上げさせていただいておりました。これのですね、まあ、コメントをですね、ご紹介していきたいというふうに思います。はい、まずですねこれねやっぱちょっとね時間が許す限りでよろしくお願いいたします。まずですね、SF さんですね、ご投稿ありがとうございました。減税お父さんのためにもねということで笑いということで、広沢さんしかいないということでですね、本当にお父さんのためにもねと、これね前回の動画はですねもうほぼほぼお父さんのために動画を上げたようなもんです。この増税されたらですよ、月々にこう換算するともう大したことは金額ではまあないというふうに思いますけどもね、我々市民では、あ、市民、小市民ですね、もう本当に貧乏人ではですね、あの一日のお昼のご飯代が心配、ここにしわ寄せが必ず来るんですね。お母さんからですね、まあ妻から、あ、ちょっと税金上がったんでちょっと我慢してねと言われ始めるということで、これあの増税になったら何人のお父さんが涙を流すか増税になったら本当にそういったことがもう現実にございますからね。はい、大塚さんは岸田と同じ匂いがするねと検討しということでポチッとさせていただきます。はい、本当にですよ、本当に検討しですからね、あの方本当にほとんどがどちらとも言えないとか、やや賛成とかやや反対とか、もうなんか逃げ切らない。あの人が市長になったらですね、あの議会で本当に逃げ切らないような状態で、ずる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 行くかもしれませんでしたね。たぬきねんねんさんですね。はい、減税明言できる側とできない側勝負はついているよということで、まさにその通り。はい、減税するんだということと、まあ、どっちにしようか。どっちにしようかなと選ぶ人がいるのでしょうか。はい、ということです。はい、本当にですね。はい、次ですね、たぬきねんねんさんですね、先ほどの方ですね、減税明言できずに役所の仕事確保に走っている時点で国民民主の限界なんだろうなというふうに言われております。あ、確かにね、国民民主の限界かもしれませんね、これはね。はい、国民民主、玉木さん今ですね、国民の、まあ、願いを一身に背負ってね、議論していくというふうに、まあ、なっておりますけども、103万から178万どこに落ち着くのかっていうね、話も出てきております。ですので、まあ、骨抜きですね。骨抜きしすぎて、身まで抜いちゃってるっていうね、そういった議論にならないようにちょっとお願いしたいなと思いますね。ですので、130万が落としどころなんだとかですね、それとか、分離案とかですね、そういった話も出てきております。これはですね、住民税だけ。で、
ちょっともらおうかとか、そういった分離論というね、ものも出てきておりますし、それとかですね、学生だけちょっと免除しようかとかね、専業主婦はちょっとちゃんとそう納めてくださいねとかね、そういったの分離案というのもよるいろいろですね、出てきております。本当ね、官僚って頭がいいですからね、そういったことをですね、骨抜きがやってきますからね、広沢一郎当選確実でしょということで、百田さん有本さん応援来ないかと思ったら、百田代表拉致、そう被害者会素晴らしいスピーチをされていましたねと、日本放送絶対必要と応援しますというふうにですね言われてのポチッとしておきます。はい、これですね、タイトルちょっとね、ここちょっと書いておきます。私もこれ見ました。まあ他の演説は 見ませんでしたけども、百田さんのですね、演説じゃなかった挨拶をですね、まあちょっと聞かせていただきました。本当に力の入った、いつもの百田さんじゃなかったですよ。本当に真剣な顔をされてですね、まあ言われておりました。そしてですね、もうそういった時期じゃないんだと、もう何十年経ってるんだということをですね、バーン言われたら、もう本当にですね、皆さん拍手、もう何回も拍手喝采ですよ。もう本当にですね、胸が熱くなって涙が出そうでした。百田さんのあの演説というか、まあ挨拶ですね、ですので、もう本当に今までの既存政党は何をやってきたんだと、ここ何十年もやってきた、自分たちの娘が去られた時に君たちはこういった何十年経って平気なのかと、本当にですね、心が打たれてですね、感激した。まあそういった挨拶なんですけども、終わった途端にですね、自民党、立憲民主、そしてですね、公明党ですね、これ挨拶しなかったというお話が、まあ、ありましたね。本当になんかね、こんな感じでね、ずっとね座ってたんですよね。はい、もう本当に気持ち悪かったです、あの顔は。はい、ということで百田さんもですね、動画の方でこれ言われておられましたけども、まあ失礼な話じゃあるんですよね、これはね。はい、まあ本当に感動しました。久しぶりですね、あんな感動した動画を見たのは、挨拶を見たのはですね、本当に百田さんの言われてることが本当に被害者の方々の心というものをそのまま訴えられたというふうに私は思いますね。自分の子供がさらわれて、そして、船の中でですね、まあ、爪が剥がれるまで、こうあのもう本当にね、爪が剥がれるまで助けてって言ってですよ。そしてそういったところはもう聞くに耐えませんでした。本当にね、でも本当に想像力がないなと思いますね。もう自分の子供がそういうふうになったら、本当にね、機関銃どっかで買って攻めていきたい気分ですよ。本当に取り返しに本当に行ってくれということですね。で、言われてたのはやっぱり、なんと言いましょうか、先の大戦で、国民は命を懸けて国を守ったということですね。ですので、国は命を懸けて国民を守るべきなんだというふうに言われました。もうまさに本当にその通りだと思いますよ。はい、ということで、次ですね。はい、ここですね、ヌルポ船剣士さん、はい、油断は禁物、はい、まさにその通り、こうやってですね、まあ人気がですね、こうやっぱ票が集まってくるとですね、あそこはもう絶対勝つから少しね、こっち票くださいというところが出てくるんですよ。奥さんだけでもというかね、奥さんだけでもというふうにですね、言われてきますので、本当に油断は禁物なんですよ。ですので、応援動画でもですね、今優勢なんだというのはですね、ちょっと考えもんなんですね。もう厳しいんですとお願いしますというふうにですね、言うのがまあ普通です。これは普通ですね。はい、おっしゃる通り。はい、KM さんですね。川村が保守党に合流した意図は不明だが、いずれ離脱する気がしますと。個人的には保守党はネオコンと思っていますというふうにですね、まあ言われております。ネオコンの定義はちょっとわからないですけどもね。3JNK さんですね。百田の全国知事の利用したんだよと、現在日本だとメタル噛む変なおじさんのままだったと、これはちょっとやっぱ違うと思いますね。まあもちろん日本保守党の影響力というのもあったというふうに思います。ただ
名古屋の市民の方はですね、やっぱ河村たかしさんの15年間ですよ、当選し続けた、これをですね、やっぱ評価、ここに答えがあるというふうにやっぱ思いますね。保守党を利用しただけと、百田も有本も河村を国政に送り出すために活動しているように見えると、有本に関してはネタバレ始めとるやんと、私の仕事はやりきったと、保守党はまだ何もしとらんやろと叩かれていたが、河村を送り出すのが任務なら完遂したと、やろうというふうに言われております。はい、ということも、まあ、考えられる人もいるということですね。はい、川上さんですね。なぜ国民民主党は大塚候補を応援するの？だから国民民主は信用ならないんだよと、新馬さんを説明お願いしますというふうに言われております。はい、ここでもう無所属のままに行けばよかったのかもしれませんね、大塚さんもね。はい、ということです。次はですね、ヌルポさんですね、まあ、元国民民主だからだってということですね。元々国民民主です。元々民主系ですからね、ですので、KM さんですね、新馬関連動画いくつか見たけど、象徴としては同期の義理人情って感じでしたということですね。あくまでも個人の感想です。まあ、そういったこともあるでしょうね、やっぱね。はい、エクラさんですね、国民民主の公約の、減税をする気がないなら大塚を除名処分しろよということですね。何のために今回の衆議院選で国民民主に入れたのかわからないと言われております。ポチポチっとしてきますね。はい、本当ですね、これね、私の前回動画でも言ったんですけども、国民民主は減税路線なのに、この大塚さんだけなんで増税路線になってるんだということで、やっぱり最初、先ね、私が言いましたように、大塚さんもね、これね、まあ 5% 現状維持、10% までは言わなくてもいいでしょうけども、5% 現状維持というふうにですね、これ言わなければいけなかったんですね。そうしないと国民民主の方に影響してしまいますから、本当にね、何度もう頭悪いなとしか言いようがありませんけども、はい、はい、ブナブナさんですね、大塚が市長になったら増税はもちろん名古屋城の前の土地中国に売っちゃまいそうということで言われておられますけども、ちょっと待って、これ読んだかな、こっちね、あ、これね、読んだね。はい、まあ、名古屋城の前の土地、あるんですね、こういうところは中国人も献上ですよ、これ献上するかもしれませんね。はい、すでにいくつか大学って何ですか移転してきたので、品領事館はないでしょう、ああ、ないでしょうというふうに言われてるんですね。はい、もう本当にですね、日本全国みんなね、もう本当に警戒しなければいけませんよ。本当にこういったことはですね、風花さんですね、大村川村さんに知事にしてもらったのに調子に乗るなと。本当ですよ、調子に乗るな。本当にですよ。はい、大村知事が主催した愛知トリエンナーレの愚かな展示物の件は絶対に忘れない。私も絶対に忘れませんね。天皇陛下を焼いて本当に腹が立って仕方がない。もうなんでこんな日本人がいるのか本当にわからない、本当にわからない。なんかこうね、戦死した方々のこうなんかね、あれこうなんですか、なんですか堀みたいなの作ってね、なんかね、本当にもう腹が立って仕方がない。もう本当にもう、どっかの国に行ってくれというふうにもう言いようがないですよね。麻生さん、麻生かなたさんですね。お、スターウォーズ、私、スターウォーズ好きなんですよ。はい、スターウォーズの、ゲームもやっておりましたから。はい、役人や議員というのは自分たちの取り分を減らすことは全く考えない、努力をしない、その努力をしたのが河村市政ですというふうに言われております。はい、本当ですね。はい、名古屋、もう本当に税収を増やすだけがもうなんかこう使命になってますからね。はい、いい暮らしを提供しようという方も多分おられるでしょうけども、やっぱりね、そういったことになってしまいますね。名古屋市長、選挙は行政特権 VS 国民ファーストの分岐点になると思いますということですね。はい、ということで、まあね、こういった、まあ、河村市政のやり方ですね、減税をして、それで、まあ、活性化させて、そして税収を増やそうという考え方ですね、こういったのをやっぱり地方でもいろいろ取り上げられてですね、そして、まあ、国でも採用してもらいたいというふうに思いますね。ただ、まあ、名古屋市っていうのは大きいんですけども、ちっちゃな、まあ、自治会、タイっていうのはやっぱございます。するとですね、まあ名古屋市で、まあ先ほど言いましたの大きい小さいところはですね、まあ
あ、地方経済っていう考え方がございます。地方経済という考え方がございます。地方の本当にちっちゃい、まあ市、まあ町単位ですね。町で言うとですね、あの流出が多いんです。例えば、町民ですね、町民の、財布6割 があの流出して他のところで使われているというところではですね、減税した場合全部流出してしまいますから、半減してしまいます。もちろんその半分はですね、そういった町で使うことが増えてきますけども、半分はやっぱ流出してしまうんですね。ですので流出が多い町ではなかなかね、この減税というのは有効にはならないんです。ですのでそういったところはですね、例えば流入を増やすために保育園を多くするとか、そういった家を建てる世代、30歳とか37歳40代とか、そういった方々、家を建てる世代に、いろんな、なんていうんですか、優遇をするというところがやっぱ多いんですね。そういったところで明石ね、とかはですね、そういった政策で、まあ、流入を増やしたということですね。ですので町とかちっちゃいところではですね、流出よりも流入を増やす政策の方がやっぱり収益を増やすことにつながってくるという、まあそういった考えもございますので、まあ大きいところはやっぱ市とかね、そういったところはですね、こういった減税というのは有効になってくるということですね。はい、次ですね、知念さんですね。はい、なんすかこれ、飯山あかり最新刊、これありましたけども、もう飯山さんほとんど見ませんね。もうね、これ3つ出されておりますけども、本当にね、連投ですね、議員連盟に入って利権あさりの日々、脱税裏金の議員たちということですね。これポチッと押しておきますね。これもう全部ポチッと押しておきましたかね。とりあえずね、飯山あかりさんのですね、イスラム移民、これ2つ出てきております。そしてですね、もう1頭知念さんですね、木造なら名古屋城は人気爆発するよねということですね。はい、もうポチッとしておきます。そして一件の返信、木造再建で調べると、刑務さんですね、再建で調べると消防法、消防法やらで完全再現は無理なんですよねということですね。どちらもどこまで、妥協ができるかということだと思います。悪い言い方をするとどこまでごまかせるかです。なるほどね、そういうこと、どこまでごまかしてというか、まあ、今の現行法で、できるだけのことはするということですね。はい、もうなんか建築資材ももう集まっているということですね。先ほどちょっと、まあ、避けましたけども、まあ、エレベーターとかエスカレーター、昇降機の話ですね。これはやっぱ賛否両論、やっぱありますね。ですので、そういったところで、まあ、広沢さん、どちらとも言えないというふうにですね、これ言われたんですかね、確か。はい、どちらとも言えないでしたね、昇降機どちらとも。これはそれから議論の余地がありますね。まあ、でっかいエレベーターでブワーッと上げるのか、それとも階段にですね、いろんな、なんていうんですか、補助機というのがあります。介護のですね、補助機というのがございますけども、階段の横にですね、椅子をつけて、そしてふーって上がっていく、そういった小規模のですね、昇降機というものがありますので、そういったものを対応するとかね、そういったところでも、完全に復元してそこに設置するということですね。椅子とかを設置してふーっと上がっていく、そういったこともできますので、いろんな方法がございます。ですのでこういったどちらとも言えない広沢さん言われましたけども、もう検討していくということだというふうにね、まあ思います。あ、次ですね、後世武田さんですね、大塚は古今の民主党政権時代中国、あ、漁船体当たり事件ね、大塚が中国の漁船擁護して日本の解放を批判している動画がされているということで、動画見たけど絶対にこんな名古屋市長にしてはダメだろうというふうに言われております。はい、で中国より親中派ですね。ですので、こういったところでまあね、民主党でしたからね、やっぱね。はい、はい、知念さんですね、公金集中するやつは議員やめてくれと議員は市民国民の犠牲になりなさいと、ボランティア精神がないやつはされというふうに言われております。全くその通り。はい、次知念さん連投ですね、大塚公平は岸田文雄、石破茂と同じ仲間先ほどの、中国漁船の話もありましたね。石破さんとちょっとね似てるかなと。移民1000万人受け入れ派、移民受け入れでの金儲け、しかも、国や業者、うん、なんですか、
業者業界から自動的に入金されるから移民派は美味しいというふうに言われております。はい、美味ということですね。美味しいというふうに言われております。まあ、岸田文雄さんのですね、弟さんはこの移民の移民というかな、これの会社がされておられますからね。ハトビームさん、名古屋市民ですが90分前に投票してきました。もちろん広沢氏ですと。名古屋市民の暮らしを壊そうとする者は国民民主の誰だろうと許しませんというふうにね、言われています。はい、必殺仕事人みたいな感じで許しませんというふうにピーンってなんかね、紐手弾きそうですけども。はい、ということで、次ですね。本当にですね、これちょっと読み方わかりませんけども、こういう方ですね、大沢一郎さん一択ですというふうに言われております。はい、まあこの方もそうなんですけども、やっぱりね、増税を匂わせる方はね、やっぱ誰も支持しないと思わないのかなと思いますけどもね。その代わり、給食費タダにしますとかね、それとか何ですか、高齢者バスパス、高齢者パス違いましたね、名前がちょっと忘れましたけども、そのパスですね、それとかですね、まあ3つぐらい挙げられてましたでしょうか。そういったところで、特定の人に恩恵を与えるっていうことばっかりでしたね。ですので市民税 5% 維持、まあ 10% アップグレードでもいいんですけども、 5% 支持ね、市政河村たかしさんの 5% 支持、そしてなおかつ給食費、まあ全額は無理かもしれませんけども、小学校だけとかね、中学校だけとかね、半額とか、まあそういったところでプラスなんとかならですね、大塚さんね、これ語れたんじゃないかなと思いますけどもね。はい、やっぱ対抗軸を作ったというのが間違いです。対抗軸作ると作らないと、とまあ二通りありますからね。マックさんですね。はい、広沢さん当確出るの遅いと、組織企業もう諦めなというふうに、ね、言われて、ちょっとどっちの方言われてるのかちょっと分かりませんけど、はい、あれ8時まででしょこれ、でも投票で8時までじゃないんですか。そしたらもうすぐ出ましたけどもね。はい、ということで、マックさんですね、いろいろ応援、大村応援が一番ガンなのよねということで、応援団がガンなんだということを言われておられますけども、はい、勉強が足りないし、今の状況で移民推進は国民に喧嘩打ってるようなもの、最後ですよね、もうバレてんのよというふうにですね、言われています。喧嘩打ってるとなんで喧嘩打ってるのか分かんないんだろうというふうに言われてますけども、KM さん、大村の地元だからまだ分かるが、あ、埼玉の大野とか有田オンゴールだね、応援しに来てたっていう話がありましたけども、オンゴールですね。はい、地元だろうが何だろうが河村さんに敵対している時点でレッドカード、埼玉の川口はオンゴールでなく自然に湧いてきた、あ、組織票というふうにね、言われております。はいはい、ということで次行きたいというふうに思います。もうちょっと爆笑しましたけどもね。私は名古屋市民ちゃんと違うけど、兵庫県知事選と一緒でうまく、広沢候補が焦点作りましたね。そういうことですね。やっぱ頭いいですよね。はい、あとは国民民主が連立に入っても立憲民主党についても足を引っ張られる、いい例というふうに言われております。はい、ポチッとしますね。なので是非していいというふうに、KM さんですねと思います。全国知事体のモデルケースとして、広沢推しで言っていたら、統制拡大間違いなしだと思っていたのですが、痛恨の選択ミスだと思うような。もう一つはあくまでも推測的に、103万の件で自民と合意した際、名古屋市長選についても密約があるのかのと、川丸潰しの意味でというふうに言われています。あ、こういった中いろいろあるのかもしれませんね。関連したものがあるというふうにですね、言われております。はい、で次ですね、何ですか、峯岸さんですね。国民民主、今回の市長選で比例100万は消えたと思います。確かに足を引っ張ってしまいましたね、大塚さんね。100万どころかともかく、慶応さんですね、減少は否定できないと思います。音だけ久しぶり音だけさん出したらダメでしょ、みんな爆笑しますからやめてください。ちょっと腹がお腹が痛いです。どうした時のようにブレブレな印象ですね。音だけかわいそうですか、やめてください。国民民主は増税派の広沢を推薦すべきだったと。あ、減税派の広沢を推薦すべき。それでも大塚が立候補したなら除名すべき。ね、バッサリ。
ね、増税言うならもうバスで切らないとダメでしたねっていうことですね。政策実現よりお友達に忖度して権力が欲しいだけにしか思えないということですね。はい、まあその通りですね。はい、カメレオンさんですね。大塚さんは今の名古屋市の減税 法だと 高所得者に利益が偏っているような、こういったこともまあありましたね。意見としてありました、ありました。はい、はいはいはい。ケイモさんね、累進課税だから当然そうなると思いますよということですね。大塚が選挙広報に出している給食無償化、あ、経路パスですね、名前、そういうことですね、経路パスですね、不公平感は否定できないというふうにプチッとしておきます。はい、カメロさんの返信ですね、不公平感どうこう言うより子供や将来世代に優しい政策にしてほしいですねと。自分の気持ちとしてはアイストレーナーの大森さんとは仲良くしてほしくないなとたらーと汗を流してられておりますね。本当にね、こう愛知ソリエンナーレも代名詞になりましたからね、これね。はい、ということで、まあ少子化対策、そして経路、なんですか、高齢者対策、社会福祉ですね、こういったことをどっち取るかじゃなくてですね、前回も言ったんですけども、両方大切でしょうということで、やっていかないとですね、高齢者というのは本当に、なんていうんですかね、ちょっと話ずれてるかな高齢者というのはですね、今まで、国を守ってきた、作り、てきた方たちですので、恩返しをですねやっぱしていかなければいけないということだというふうに私は思います。はい、ということと、高所得者が税金が増えるのは当たり前のことだが、減税は低所得者にとって必要なこと、それが普通なんですと。はい、ここはちょっとですね、マックさんですね、本当にその通りです。もう貧乏人にとってはですね、もう数百円がですね本当に、ね、痛いんですよ。はい、ですので、はい、カメレオンさんですね、カメレオンさん、はい、河村さんはマイナンバーカード反対とかで名古屋市はデジタル系が遅れてるらしいということですね、言われております。はい、次ですね、それは刑務さんですね、それは元市民として実感したことがある。多くの自治体でコンビニで住民票や、印字でき始めた時期、大都市である名古屋ができなかった。今できるようになったようだが、それでも地下鉄の駅長室で行き帰りに住民票を受け取りサービスなんかがあったから、市民としてはそこまで困るものではなかったというふうにですね、言われております。いろいろですね、こういったコンビニでですね、全国的にできるようになりましたからね。はい、ということと、それと自治会もですね、そういった行政もですね、なんていうんですか、土曜日お昼までとかね、それ日曜日もしますよとかね、そういったところもいろいろ時期的にやってくれるところがありますんでね。橋場さんですね、減税してもらって文句言うやつはいないと、移民まみれにされて喜ぶやつはいないと、であれば当然広沢一郎さんに投票することになる、当たり前のことだということですね。この当たり前のことがなぜわからなかったのかということですね。はい、ですので日本保守党減税日本憎しというところがあったのかもしれませんね。はい、KM さん、今回の国民民主の大塚支援は握手だったと思う、あくまで同志だったか、離党した人としては距離を置くべきだったというふうに言われております。はい、次ですね、ゴン3さんですね、広沢に出たけどこういう動画は見たくないってポチッと置いておきますけども、すいません、見てくださいめっちゃうるさい、お願いしますね。はい、次、問題だぞうさんですまた受ける問題だぞうさん、お父さんのお小遣いが人質になっているので愚痴ということで言われています本当にですよね、市民ね、本当に庶民はですね、本当にですね、明日何食べようかと1000円を超えるのはちょっときついなとかね、1000円ちょっと使おうかなとか、1500円ぐらいで行こうかなとか、まあそういったことで、今日はちょっとなんか500円ぐらいで弁当で抑えとこうかとか、もう最近マクドナルドがすっげえ高くなったのかなとか、そういったことをいつもいつも思ってるわけなんで、本当に人質に取られるともう本当に困りますね。はい、ということで、ナナニャンさんですね、増税派の自民立憲がついた時点で察しということで最近も既存制度がつくとなんかこうもうなんか悪い方向に行きますよね。はい、組織票がなんかもう全然機能しなくなってきております。UFJ243 ですね、与党相乗りは候補は時代遅れではというふうに言われております。ポチッとしておきます。本当ですね、もう本当に先ほど言いましたけども、既存制度が出ると
相乗り、もう本当になんかもう余計ダメになってくるような感じもいたしますけどもね。はい、田島の国志郎さん、ありがとうございます。広沢さん当選しましたねということでおめでとうございますということで、パチ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 という風になっております。マイナーバーカード確かに便利ですね。ただ河野太郎ちゃんだから不安があるのか、確かに高市さんが保守党の議員が担当すればマイナンバーカード大賛成ですねというふうに言われております。はい、まあマイナンバーカードなんか不人気ですけどもね。はい、でもなんかね、私としてはですね、もともとこれね、マイナンバーカードもともとですよ、もともとはですね、外国人のカードあるでしょ、身分証のカードですね、あれを、統合するというのが元々の始まりなんですよ。それからですね、以前からあった国民番号制ですね、それと一緒になった考え方としてですね、マイナンバーカードこれ生まれたんですけども、私としてはですね、もう免許証も保険証も全部一緒にしてもらいたいというふうに思います。あれはマイナンバーカードというのはただの単なる番号です、入り口ですからね、そういったところでもう一回、セキュリティというのが入り口、そしてセキュリティというのがありますから、しっかりですね、してるとは思うんですけども、逆に言うとね、クレジットカードを何枚も持っててそれを落とす方がよっぽど危ないというふうに思いますよ。はい、それとスマホですね、スマホも本当に危ないですよ。まあ認証してる方はいいでしょうけども、顔認証とかね、そういったことされる方はいいと思いますけども、まあね、してない方でもう平気でアマゾンから買い物できますからね。はい、そういったことで、まあ次ですね、エチアさんですね、よかったと、増税と移民促進がされなくなって、しかし、増税移民を含む名古屋市民が26万人もいるなんて、そういえば、逆に言えばそうなんですね。はい、ということで、ちょっとね、ポチッと押しときますけども、いや、本当ですね、逆に言えば26万人もいるなんて、ということですよ。いや、本当ですね、これ、ね、びっくりしますね。はい、ここはちょっと私ちょっと見てませんでしたね、盲点でしたね。はい、ということで26万人増税してもいいんだと、で学校給食の方がいいんだと、経路パスの方がいいんだと、経路パスね、何でしょうか、ただですね、経路パスただですね、そっちの方がいいんだというふうに言われております。まあ経路パス5000円を4000円にするとか、そんな感じのことをですね、金額ちょっと違うかもしれませんけども、広沢さんも言われておりましたのでね、そういったところでですね、まあ26万人、大塚さん押したんだというとか、ちょっとやっぱびっくりしましたね。はい、ということで、まあ以上になりますけども、こういった税金ですね、税金の本来の姿っていうのはですね、まあ国、市町村、これ円滑に進めるため、そして公共サービスを住民の方に与えるためですね、そういったことが目的なんですけども、まあいろんな、なんていうんですかね、人権派とか、まあそういったところもですね、配慮して、そこの方にも予算がついてき始めたということで、まあ数十年前からですね、そういったことがまああっております。ですので、なかなかですね、税収というのは大きくしなければいけないということなんでしょうけども、そこでですね、やっぱ河村さん、高橋さん3年かかってですね、まあこういった 5% 減税というところをですね、15年間3年かかって、そして15年間続けてきたと、全体で15年間続けてきたということなんですけども、そういったことでこの準備する3年間の中でですね、いろんな削減をしてですね、15年間こぎつけてきたということなんですけども、そういったことをやっぱりね、いろんな自治体ですね、それとか、まあ、国の方で、そういった削減をですね、していかなければならないということですね。まあはい、こういったものですね、男女共同参画9兆6000億円、これSNS で拾ってきたものなんですけども、 SDGs 関連予算 6.3 兆円、子ども家庭庁4兆円、外国人生活保護1200億円、外国人留学生優遇250億円、アイヌ関連予算58億円、ユネスコ負担分30億円、日本学術会議10億円、そしてですね、総額20兆円、全部削って、減税しろというふうに言われておりますけども、こういったものをですね、まあ、国から自治体の方にですね、まあ
補助金とかこういうふうにこう流れ込んでおりますけども、こういった配分ですね、ですので県から市、そしてですね、まあいろんなところで配分されるということなんですけども、こういったところをですね、まあ削っていくと、国の方はですね削っていくということですね。そして、こういった補助金というのが市の方にこう流れてくるんですけども、市の方もですね、別にここにくっつけて、そしてこれ活動しているということですので、こういったところをですね、まあ削っていけば、まあ 5%、ね、市民減税 5%、 それを 10% までアップグレードしていくということもですね、まあなってくるということですね。ですのでいろんな削減という方法というのもございますでしょうけども、まあそういったところで行政サービス、住民のサービスというものをですね、まあね、縮小せずにこういった、まあね、ものね、こういったものも考えられて、そして、市民のためにですね、今からですね、今からが勝負ですので、そういったところを、ね、名古屋市議会の方々と、まあ、調整しながら本当に、住みよい市にですね、名古屋市にしてもらいたいというふうに思いますね。ここがモデルとなって日本全国に広がっていけば、それはそれですごいことだというふうに思いますのでね、広沢市政の方々よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。